釣れるじゃん。はい、今回はですね、ジグサビキでちょっとやってみたいと思います。ジグをつけたサビキですね。サビキ仕掛け、これはドラッグメタル、ドラッグメタルキャスト SSZ40g ですね。まあ、ピンクのキャンディーのアシストフックにピンセルがついて、リアフックはトレブル、トレブルフックがついてます。それでですね、ちょっと波打ち際を何かいるかもしれないのでちょっとやってみたいと思います。軽く投げて、ゆっくり巻いてくるだけ。手前が掘れてるので、その駆け上がりのところ の境ギリギリに何か魚がついてる可能性がめちゃくちゃあると思います。今完全な下げから上げに入るところですね。上げに入るところの塩です。今日はちょっと塩があまり良くないですけど、風も横風がちょっと強い、5メーターぐらい吹いてます、こんな状況ですね。こういう時はですね、サイドキャストみたいな感じで振ってあげると、横風とかあんまり影響を受けずに飛んできます。できればライナー系の飛ばし方ですね。なんか当たるな、コツコツ当たるな、なんだろう、何かだろう、なんかいるような気がする。ふわっと投げるじゃなくて、ちょっとライナー系で、よいしょ、ちょっと風をですね、あんまり意識せずに、かわいいフグちゃん、ごめんね、フグちゃんでした。かわいいけど、ごめんね、ごめんね、よいしょ、この波で帰って、この波で、次の波で帰ってね。ほら、バイバイ。Yeah.